というわけでやってきました。岡山にある15年かけて個人が作ったという公園に来てんですが、すごでっか。知ればたった一人の男性が15年かけて作ったもの。あ、こんにちは。あ、どうも。どうも。ありがとうございます。初めて来たんですけど。あ、そうです。それを、ね、休憩所でお茶も出ますんで。あ、ほんまですか。はい。まあ、ここをずっと左ね。あ、わかりました。ずっと順路通っていってけば。あ、わかりました。はい、どうもありがとうございます。すいません。あ、ほんまですか。はい、はい。はい。いただきました。ありがとうございます。はい、どうぞ。すごいですね。なんか入園料とかないんですよね。すごいですよね。春なんかは桜がもう一面に出ます。ああ、そうなんですか。秋はもみじが。ああ、そうなんですか。新緑がね、ちょうど何時までやってるんですか。ここはもううちはもうここ3時で、あ、なるほど、受付が3時 で、 あ、なるほど、で片付けたら3時半4時になる。あ、なるほど、そうです、はい、今度はお宅を先取って、ね、あ、どうぞ。また来たらコケ貼っとくから、あ、なるほど、来た時にまたあげますんで。あ、お願いします。待って、はい、また。あの辺うろうろしてたらちっちゃい看板があったんで、それで分かってるんですよね。よかった、助かりました。なんかあるのかなと思って。というわけで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、僕もウェブを見て、インターネットを見て、この15年かけて作ったあのテーマパークというかこの公園なんですけど、はい、ちょっとね、はい、なんでこういう公園を作ろうかと思ったんですか。これね、実は私小さい時に、はい、まあいろいろいろなことに挑戦してきて、ね、いっぺん自分の手で、ね、どこまでできるか、なるほど、っていうか若い人にもしやれたら、はい、若い人に夢と希望と勇気を与えるんで、それを試すために
はい、やったんですよね、はい、全部は手作りですからね、はい、オンリーワン、オンリーワン、いいですね、はい、廃材を使っとるので、はい、はい、頑張ってやってもらいたいな。廃材をで全部ここまでやる、はい、休みの日が火水木、朝の10時から、はい、3時、3時までで、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、美味しいお茶と名物のふるさとそばと芋餅がありますので、はい、ぜひよかったら遊びに来てください、はいはい、ありがとうございました。
スペシャルは理由を知れば驚きと皆さんお元気ですか感動の連続がたった一人の男性が15年かけて作ったものさらには爆笑音の珍百景も病院の自動生産機が動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。